ケンブリッジアスカ写真を拡大。2016年リオ五輪陸上男子400メートルリレー銀メダルのケンブリッジアスカ、イコールナイキ、イコールが27日、100メートルアジア記録、9秒91、保持者の蘇炳添、中国、碧波へ闘志を燃やした。欧州遠征を終えて羽田空港に帰国。8月のジャカルタアジア大会へ、蘇選手に勝てたら世界選手権の決勝も見えてくる。力の差はあるけど、走ってみないとわからない、と、19年ドーハ世界陸上、20年東京五輪へ弾みとしたい考えだ。